病院で、うん、真面目に。だからね、男のお医者さんにかかると必ず男のお医者さん義務なんですよ、あれ、ネクタイは日本医師会で決まってんの、診察時には必ずネクタイをするようにと。だからその汚いネクタイに付着してる細菌やウイルスもらっちゃうの。まあそれもあって僕は絶対男の医者にかからない女医さんにしかかからない。その理由は別に女医さんの方がね気分いいからというわけではなくて、あの汚いネクタイを避けたいだけなんです本当に。ということでね、皆さんもね少しこの見方を変えてね、あのもう何かで防御する、もう本当に外気を吸わないように、絶対にね新型コロナウイルスを吸わないようにするって言ったらね、防護服着るしかないんですよ。もうあんなもん暑いしね、このこう宇宙服みたいな、あのこんなねすごいあの不気味な仮面みたいなのをつけて、酸素ボンベ背負ってヒー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 言いながらその辺のコープに買い物に行く、まあ、そんなことをやんなきゃね、本当にはっきり言えば。でもね、それじゃあ仕方ないんです。この自然界の中の地球上の人間だけに限りません、動物植物全てウイルスとか細菌に対して身を守るのは全てこのウイルス干渉効果、これは細菌と細菌の間にもあるんです。細菌間干渉効果で守ってきたんです。過去ヨーロッパにおいてペストが流行した、赤痢が流行したって何百万人が死にましたけども、一度たりとも赤痢とペストが同時流行したことはないんです。どっちかなんですね。だからね、本当にあのそういう細菌と細菌の間の干渉効果、ウイルスとウイルスの間の干渉効果、そんなものがせっかく自然界の中にあるんだから、それを科学的に上手に利用する治療法、免疫法、予防医学、それに我々は進んでいかなきゃいけないんです。でわざわざねそれをね八木直樹先生から、ウイルス干渉効果のことを聞いて、僕もねびっくりして、ちょっと医学的なデータの、ネットワークに入って調べたんですよ。そしたらね、出てくるわ出てくるわ、例えばね、遺伝子発現調整因子ってのがね、リボ核酸 RNA、 RNA と RNA の間にも干渉効果がある。それを使ってウイルス感染症防御っていうのができるという論文までがあるんです。新型コロナウイルスはこの RNA を体内に送り込んでくるタイプの非常に面倒な感染症なんですが、それに対してあらかじめ別の RNA を入れておけば、もう新型コロナウイルスの RNA は入ってこれない、もうすでに論文がある。それからね、腸内環境を常在菌によよる浄化を利用し、黄色ブドウ球菌の排除を行う療法、これも医学論文として出てる。つまり腸内ね、人間の腸の中にはそれこそね3000種以上のいろんな細菌が常にいます。それを常在菌というそうですが、その常在菌をコントロールする、つまりねいろんな細菌、例えば麹菌とか、そんなヨーグルトなんかのああいう菌ですね、ああいうものをビフィズス菌でもいいですし、ヤクルトのなんとか白タカブでもいいし、そういうのを取り入れて腸の中の細菌の種類を制御することで、例えば黄色ブドウ球菌あの食中毒を起こしたりする、それを排除することができる、これも論文に治療方法として出てます。それからね、他にもね本当に
いやまあこれ英語で RNAi っていうのは RNA 干渉のことなんですが、さまざまなあのお医者さんや医学者や生物学者や物理学者が今そういうふうに巧みに、ね、ウイルスとウイルスの間の干渉効果、RNA と RNA の間の干渉効果、細菌と細菌の間の干渉効果をうまく組み合わせて治療をしたり防御したりする、予防することができる方法をね、本当に真剣に日夜研究してる。これらは安全です、ね、正体不明のねワクチン打つよりはよっぽど安全です、まあそんなところまでね、この前大矢作直樹先生がポロッと言って教えてくれたウイルス干渉効果でここまで出てきたんです。しかも僕自身がこの20年間一度もインフルエンザにかかってなかった理由までもが分かってて、で、あ、その延長で俺は新型コロナウイルスには絶対かかんないんだと。だからあのなんていうんですかね、 EV ウイルスじゃないけどあのね、まあ、俗にキス病と言われてる。だからね、僕とキスするとその僕のその、ね、多発性脳神経症を引き起こしているこの厄介なウイルスが伝播していって、その代わりインフルエンザにも新型コロナウイルスにも感染しないかもしれない。ただ耳は聞こえなくなったり倒れたり耳鳴りがするようになるかもしれない。まあね、一か八かですよ、一か八か、そんなことが本当に今朝までいろいろありましてね、あ、これ良かったなと思って、でこの話今日するつもりなかったんです。いつもこの、ね、回で、お笑い心理塾でお話ししてるのは、この前僕がこちらに、寄った日が4月の12日でしたね。4月の12日から今日5月の10日までのほぼ1ヶ月間に、また僕に起きた不思議なこととかそういうことをねご報告するっていうのが最近のパターンだったんですね。じゃあその4月12日以降どうなってたのかというと、まあちらっとお目に入れます。僕の手帳4月12日でしょ、それ以降この緑色のあのねすごいマーカーの太い、この緑色で太いマーカーで書いた日はとんでもないなんか